車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はお台場で開催されているサンスネーションに来ております。こんな感じです。というわけで今回はボンド名古屋の飯村さんも来てますんで、まあ、一緒に会場を回って、まあ、面白い車がいたらお届けしたいと思います、はい、でその前にあのボンド今回出展してます。はい、ボンドブースでこんな感じで人気のアメタンと BC フォージと展示させていただいて、あとは今回 HRE さんとのコラボブースということで HRE のホイールも飾ってあります、はい、で飯村さんちょっと実践していただきたいんですが、はい、この最近激発のカーボンホイール、これをちょっと持ち上げてもらって、はい、どんだけ軽いかを皆さんにお伝えください、はい、これ願いが叶うやつではない。なんすか軽く感じる軽く感じると願いが叶うとか。あ、それかもしれない。それではない、はい、軽っ。軽いっすよね。軽っ。ブンブンできるぐらい超軽いっすよね。軽っ。これもうアルミの半分ぐらいですよね。で強度はもうアルミの比じゃないという。これでもあのセンターディスクつけてこないっていうのがずるいずるい感じです、ね、というわけでこんな体験会もやってます、はい、カーボンリムアメリカついさっき行ってきたじゃないですか、はい、どうですか。なんか落ち着いた感じ。あ、本当ですか。まあ、ちょっと価格が高すぎますよね、うんうん、はい、だから本当に超特別なっていう感じですけど、うん、まあ、この辺も今後注目のホイールなのかなと、はい、そしてですね HRE が HRE の出展もしてるっていうことなんで、はい、展示車両もつい先日動画でご紹介させていただいたこの IS500 を展示させていただいてます。これ詳しい紹介してる動画あるんでよかったらそちらを見てみてください。でコメントで少しいただいてたんですけど、はいはい、あのホイールでかすぎませんかっていう、はい、これ今回21インチなんですよね。21インチです。これはちゃんと理由があるんですよね。理由、はい、いやでかいのが偉いから思ってたのと違いました。純正オプションで、はいはいはい、あのディーラーオプションで20インチまではあるんですよね。だからまあ普通に履くんだったらまあ20インチでも悪くはないですけど、やっぱりそこの上を行かないと、はい、でまあサイズ感に関しては好みですけど、そうですね、こんな感じで全然あの頑張らなくてもというか、そう無理やり改造しなくても、まあ、入っちゃうと、うん、入っちゃういうわけで実際実写見ていただければ、はい、あ意外にいいじゃんって。多分まあ今回3ピースなんで、はい、余計にそんなにこう大きさが際立たない。確かに確かに確かに、ディスク1インチちっちゃくなりますしね、うん、なんであのデカすぎって言ってた人はちょっと実写見てちょっと反省してもらっていいですかって感じで、はいはい、というわけでこんなブースでお届けしております。そしてこれからちょっと会場を回ってみたいと思います。はい、早速やってきたのはあのフライドチキンを販売しているブースです。こんにちはそうです、ニュートレイルさんと、あと今回コラボブースなんですか、別々ですかこれ。まあ別々なんですけどちょっと長屋にしてみようかなって、はい、あ、なるほど、昭和風に長屋になってる、はいはい、ストレートは昭和の長屋です、はいはい、こちらにはこんな感じで A クラスのワゴンベタベタになってホイールは当然ニュートレイル入っております。そしてあとは A30 こっちもベタベタ、これホイール、あ、これもニュートレイルなんだ。こんな感じでめちゃくちゃ綺麗な E30 のカブリオレが、これすげえ綺麗ですね。こんな感じの車が展示されております。もうベタベタの車と合わせたい方は、はい、ぜひニュートレイルさんにご相談いただけるといいんじゃないかなと。あのボンドでも取り扱ってますので、はい、もちろん、はい、もうボンドぜひお問い合わせください。間違いないです。いつもありがとうございます、はい、いつもいつもこちらこそお世話になっております。さあそして続いて早速展示車両気になる車ご覧ください。なんとあらこれヤバくないですか。エール、はい、エールじゃない。992の GT3 がもう信じられないくらいの車高。さっき作ったムーンテックさんに聞いたらやっぱりエアサスだって言ってました。これちょっと待って、内から出てないこれこれあれ C この溝消さないとダメだよね。 C 溝が赤い、はい、どっかで見た組み合わせだと思いますけど、あのなんかオーナーさんがあのつなぎで買ったみたいです。だよね、つなぎでこの市場に出てたのを買ったみたいです。なんかでもホイール変えるらしいですよ。あ、まあ変えた方がいいね。これ作ったムーンテックの田口さんも狂ってますよねって自分で言ってましたこれヤバくないですか。これ正真正銘 GT3 仕様とかじゃないですから ね。リアルな GT3 が女ベッタベタって。これす
ごいね。多分世界でもこれだけだって言ってましたでしょうね。これ狂ってますよね。これエアロどこなんだろうね。どこっすかね、エアロ。こんな感じでカーボンのすっごい薄いリップとこのサイドスカートとついてて、でリアのホイールもこんなにめちゃくちゃ被ってるっていう。すげえ。これやばいっすよね。これはやばい。すごい。こんなのが展示されております。あと隣のこっちの488もこれムーンテックさんの車で、オートサロン出てた、ね、はい、オートサロンにも出てたニュートレイルのホイール履いて、もうエアサス、あの群馬のショップですけど、ムーンテックさんはもうエアサス何でも屋さん、もうあらゆる車エアサス組んでますよね。というわけでそんなのも止まってます。これもすごいっすよね。すごいね。なかなかこのスーパーカーここまで下げるっていうのはないんじゃないかな。ちょっと井村さん、僕が井村さんに見てほしい車があるんです。すごい。ご覧ください、このシルバーの 32GTR スリックバイこれなんとめちゃくちゃまあクリーンコンディションで、まあ綺麗だなーなんて見てたら、これタイヤがスリックタイヤ履いてるんですよ。でロールケージ、ドンガラフルバケじゃないですか。競技車両かなんか持ってきたんかだと思ったんですよ。ナンバーないし、スリックタイヤだし、なんとナンバーがついてるんですよね。ついてる。じゃあとりあえず現地で履き替えたか、あの積載車っていうことにしておきましょう。確かに、ね、そう信じましょう。僕の中で飯村さんといえば GTR ですから、はい、それ昔の話よ。そうですね、ま、数々32334GTR を触ってきた飯村さんですから。でもスペーサーが来てんの、この辺の年代 GTR とかいじりたい方も言っていただければ、はい、飯村さんもできるということで、はい。そしてですね、僕が飯村さんに見ていただきたいのはこちらの BM3 シリーズ、はい、なんで M3 って言わないかっていうとあのどっからどう見ても M3 なんですけど、これなんと中身はアクティブハイブリッドらしいです。すごい、内装も張り替わってる。実はあの別のイベントでこれオーナーさんとお話しさせていただいたことがあって、あの教えてもらったんですけど、全部交換らしいです。シートも変わってるもん、ね、全部ハンドルも。すごい。そしてだってリアフェンダーもっすよね、クォーターちゃんと移植したらしいです。だから唯一このシフトのところ本当だ、シフトノブのところにアクティブハイブリッドって本当だ。それを見ないともうもはやわからない。すげえ。だ当然フロントのフェンダーも交換されてて、はい、ボンネットも、ボンネットも、はい、そしてリアのこのクォーターも移植してるらしいです。リファーも最後、はい、マフラーも確か移植してるみたいな感じのこと言ってました。これすごいっすよね。こんな感じでもうどっからどう見ても F 型の M3 なんですけど、実は中身はアクティブハイブリッドという。すごい。これやばいっすよね。あ、本当だ。そうっすよね。もう一台今見かけて気になったのがこの M3。 こんな感じで真っ白白でヴィンテージ501こんな感じで履いてて、すごいこうスマートでかっこいいなと思ったら、ね、US マーカーついてて、内装がこれ多分インディビジュアルなんですよね。この茶色と黒のコンビの内装になってる。これかっこいいっすね。なんかアメリカっぽい。そうっすね。ここはフレッシュインクさんの車がたくさん並んでる感じっすね。こんな感じで92463630ずらずらずらっと。欧州車も結構多いっすね。さあ、そして続いてやってきたのはニゾロさんのブースです。ニゾロさんのブースはこんな感じで新型ゴーストとか高級車がずらずらずらっと並んでおります。このゴーストめちゃくちゃ色すごいですね。これラッピングじゃなくてなんと純正色。
すげえ。そして足元にはこんな感じでフローティングのセンターキャップがついた AL13 が装着されております。これ中もやばいっすね。いいんすか、今特別に中も見せてもらえるそうです。これ結構スカスカのスポークにするとデカさが半端ないっすよね。あ、ニゾロの岡崎社長です。いつもお世話になってます。すげえ中、なんと外装に割と近いのかな、この青のアクセントが入ったオレンジ色マット、これめっちゃかっこいいっすね。かっこいい。すげえ、マジ海外みたいじゃないですか、うん、すごフェンダーまで入ってる。すげえ、これやばいな。そしてスピリットオブエクスタシーはなんとこのこれ高いんですよね。このクリスタルのやつになってるという。すげえなこれ、これやばいっすね。え、これキャリパーってこれに売ったんすか。いや、直接全部オーダーっすよね。これ一番最強のやつやった、もう純正のオーダーで全部好きにやる一番最強のやつっすよ。こんな感じでもうでもいくらかかってるか怖くて聞けないっす。冷静に考えたらこっちのコースもやべえっすね。こっちも色違いホイールなんと同じデザインフィニッシュ違い、車は両方フルマン色違い。これ中こっちもオレンジ色系なのかな。この2台はやばいっすね。そしてこっちもキャリパーオレンジ色ということで、これすげえな。マンソリーのフロントパーツついて、フェンダーもこれマンソリーのフェンダーになって、サイドスパートと全部フルフルでマンソリーがついてるっすね。すげえなこれ、社長柄が悪すぎます。いいね、柄がめちゃくちゃいいじゃん。ノーフィルムですよ、わざわざ全部オプション決めるだけつけて。確かに外したオプションは、いやでもこれは中見せたいですね。でも三島さんでしょ、条件見回って。あ、そうなんだ、なんだそれ。勉強になりました。プライバシーガラスを外しても6万3000円しか安くならないそうです。で節約のためにやっちゃダメです。え、これってもうカスタム前提でオーダーされてるんですか。そうそう、前にだからゴーストがあって、はい、アンソリーフェンダー以外のそのタイプ1、2しかない時にやって、はい、そうそうそう、それです、そうです。で、22インチがなんかダサいなっていう、まあ自分的にね、はい、マンスリーも22だけど、24でやりたいし、フェンダーでやりたいしって言ってたら、タイプ3、4のバンパーが出たぐらいにブラックバッジが発表されて、はいはい、オーダーして。へぇ、で、多分世界に2台しかないって、この色が。あ、そうなんすか、すげえ。インスタでもなんかスウェーどっかの国の1人しか出てこなくて、ブラックバッジ以外で、でジャパンに聞いてもらったら、まあ、日本では1人もいないよって言って。いや、なかなかこの色で頼むって勇気がいると思うんですよね。でも結局ロールスがそれが良くて、今ファントムとか、はい、ゴーストだから公式のインスタとかでもこのダークエッグブルー使い出して、はい、あ、そうなんですか。じゃあそれだけ多分反響があったってことなんでしょうね。多分ね、早く売りたいです。売却希望なんで、まもなくもう。わかりました。じゃあ気になる方はこちらの車、気になる方はニゾロさんにお問い合わせいただければ。ちょっと怖すぎて金額は聞けませんけど、それはニゾロさんにお問い合わせください。あと社長、奥の M4 紹介していただいてもいいですか。はい、あ、いいですよ。 M4 かぶり、だいたい M4 のかぶり折れを初めて見たかもしれないです。そうだね、少ないですよね、台数。そしてこちらの車なんと全部フルエアロで、
フロントサイドリア、そして足元はこの LM が装着されてると。そしてですね、これ内装がこれ純正ですけどめっちゃかっこいい。すげえなこれ。社長これお客さんの車ですか？いやいや、これ店のデモカー、はい、しかももうバラしちゃう。まあ分かる人がいたらそのコメントでっていう、あれ普通羽つかないです、絶対つかない、はい、そうなんですよね、それ教えてもらいました。だからこれ見ていいなと思っても真似しちゃダメなんですよ。100%俺はついてるけどこれ置いてるだけじゃないんですよ、これちゃんとついてる、ちゃんと固定したんですか、はい、はい、これあのネタバレをじゃあ入れときますね。いやダメダメっすか。じゃああの何がちょっとあのネックなのかはリゾロさんにお問い合わせください、はい、これ見ていきましょう。やべえのがいるんで、これね、これすごい。ですね、これミツルパワーさんが出展してる、なんとピスタ、これピスタ仕様じゃなくてリアルピスタっすよね。あのタイヤがえらいことになってる、これハミリムってやつっすよね。あのどうやって空気を入れたのか謎なぐらい、20インチなんですよ。すごい、もうキャンバーもなんか死ぬほどついてる。20-20なの。キャリパーパンパンだもん。なんと女ペッタペタになって鬼キャになってるリアルピスターです。これすごいっすね。これすごい、もうハミリムでホイールのリムがもう全部出てる感じ。全部出てる、すげえなこれ。全部出てる。そしてこの信じられないぐらいのフカリムとこのキャンバー、わかりますでしょうか。すごい、ピスタでやるんすね。すごいよね。これすごいですね。すごい、あのもう素材は関係ないみたいです、スタンスネーション。ぶっ飛んでる。というわけでこんなぶっ飛んだ車も展示されてます。さあというわけでこんな感じでお台場で開催されたスタンスネーションの様子をお届けしました、まあ、会場の様子本当にちょっとだけですけれども雰囲気が伝わったらいいんじゃないかなと思います。というわけでチャンネル登録と高評価、 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。